広島市を走るアストラムラインを JR 西広島駅まで延伸する計画で、市が2030年前後としていた全面開業の時期が遅れる見通しであることが分かりました。広島市はアストラムラインについて、安佐南区の広域公園前駅から西区の JR 西広島駅までおよそ 7.1 キロの区間を延伸する計画です。当初は2020年代後半に広域公園前駅から石内東までを部分開業し、2030年前後に全面開業するとしていましたが、関係者によると部分開業は見合わせ、2036年度頃の全面開業を目指すということです。新型コロナの感染拡大などで需要の予測などが遅れたためとしています。またおよそ570億円としていた事業費は、資材価格の高騰などの影響で760億円に膨らむ見通しです。